おはようございます。いい感じのひんやり感ですね。今日の体重は 109.6 でした。若干増えています。まあそれはもうよくわかります。もうお腹の中の状況をこの未明の時間でもわかるんです。昨日息子と一緒に洋食屋さん行きまして、何食べる言うたら、その店行きたいって言って、カキフライの美味しいお店なんですけれど、そこへ久しぶり行きました。おそらく70何日というかダイエット始めて以来行ってなかったんですね。まだあるの？カキフライって言って、それをいただきまして、シェアして3つぐらい食べて、それではちょっとお腹もいっぱいになれへんし、じゃあハンバーグもちょうだいって言ってハンバーグを定食で食べたんで、その分ですね。ほんまにこのぐらいのところを行ったり来たりしてるのはちょうど今の生活パターンと合ってる体重がこんなものなのかもしれないですけどね。ただ以前ほどではないにしてもお腹はまだポッコリ出てるんで、このポッコリ感をなくしたいなっていうのが、次なる目標かな。はい、今日も一日バタバタします。行ってきます。吠えなあかんこといっぱいありますわ。もう本当に多山の石としよう。